名家に生まれながらも困難に立ち向かい、ビジネス手腕を発揮していくジャレッド・クシュナー氏。後半は運命の人ドナルド・イバンカ氏との出会いと結婚、そしてトランプ氏を大統領に導いた卓越した業績をお話ししましょう。2005年、元ファッションモデルでトランプ・オーガナイゼーションの上級副社長といった華やかな肩書きを持つイバンカ・トランプ氏は、不動産仲介人の紹介でジャレッドに巡り合いました。当初事業計画を持ちかけようとしたところでしたが、お互いに一目惚れして恋に落ちたのです。ジャレッドはそれまで億万長者のヘッジファンドマネージャーの娘と交際していましたが、すでに別れており、イバンカは過去にソーシャライトのベルマン氏と交際していました。同い年のイバンカとジャレッドは長身の美男美女のカップルです。イバンカは全米で有名な美女であり、トランプ氏も世界一の美女が誰か知っているか、それは娘のイバンカだ、身長は180センチ、スタイルも抜群なんだと自慢するほどでした。小さい頃からあらゆるプレイボーイを見てきたイバンカは、きっと正真正銘の両家子息とはどういったものかをよく知っているでしょうが、雑誌のインタビューでこう語っています。こんなにも素敵なニュージャージーボーイに、こんなにも心優しい人に出会えたなんて、当たり前とは思っていないの。本当に幸運に恵まれたのよ。ところが、典型的なユダヤ人家庭であるクシュナー家は、ユダヤ人の義理の娘を望んでいたようでした。傷ついたイバンカは、ジャレッドが親の反対を押し切って自分の味方をしてくれなかったと思い、2008年に別れてしまいました。当時、マードック氏の妻でニューヨーク社交界でトップ富豪に入る社交名人のウェンディ・デン氏は、親しいイバンカのことを気にかけ、彼女を説得してからジャレッドに電話し、週末に自身のプライベートヨットに招待しました。こうしてマードック氏のプライベートヨットで再会を果たした2人は、よりを戻すことになったのです。交際再開後、ジャレッドはイバンカに、イバンカ家族ブランドである 5.22 カラットのダイヤモンドの婚約指輪を購入しており、イバンカも真剣にユダヤ教のトーラーの複雑な律法と教えに打ち込み、ユダヤ教の清めの儀式を受け改宗したことで、ようやくジャレッドご両親の許可を得られました。2009年、交際3年の末、2人はついにゴールインし、トランプナショナルゴルフクラブで盛大な結婚式を挙げました。不動産界のプリンスとプリンセスの結婚式には、政財界の重鎮も数多く来場し、アカデミー賞主演男優賞のラッセル・クロウ氏、主演女優賞のナタリー・ポートマン氏、アメリカのテレビニュースのファーストレディのバーバラ・ウォルト氏、元ニューヨーク市長のジュリアーニ氏を含めた500人以上が参列しており、マードック氏とウェンディ・デン氏の二人娘はフラワーガールを務めました。その後、ジャレッドとイバンカの間には、2011年に娘のアラベラ、2013年と2016年には2人の息子が生まれました。ジャレッドの1日のスケジュールは朝から夜10時までぎっしりですが、絶対的な守り事項が2つあるようです。それは毎朝運動し子供と遊ぶことと、金曜日に一家団らんで夕食を満喫することだそうです。さらにユダヤ教の安息日の戒律を厳守し、金曜日の日没から土曜日の日没までの間は必ず夫婦ともに携帯とコンピューターの電源を切り、子供と一緒に読書したりおしゃべりしたりお料理を楽しんだりとまったり過ごしているそうです。ジャレッド曰く、現代人の多くは気を静めることが難しくなっているが、実に損をしているとのことです。ユダヤ教の教えは、自身と妻を慌ただしい生活から抜け出し、最もシンプルで自然な生き方に戻してくれるため、二人の関係はますます親密になっているそうです。結婚7年間、この夫婦は外出中には常に手をつないでいます。面白いことに、トランプ氏の選挙戦が繰り広げられた時期にイバンカは3人目の子供を出産していました。
第26代アメリカ合衆国大統領であるセオドア・ルーズベルトの名前にちなみ、セオドア・クシュナーと名付けた新生児の息子にジャレットは洗礼式でこのような祝福の言葉をかけていました。あなたがけなげに成長できるように、落ち込むほどではないが程よい試練が人生を伴うことを心から祈る。2015年、敬虔なユダヤ教信者であるジャレットはエルサレムのある医学院に2000万ドルを寄付しています。2016年、義父であるトランプ氏の選挙戦に力添えするため、ジャレッドは全国各地へのフライトに同行しつつ、選挙関係の電話や会議対応をこなすなど過密なスケジュールに追われ、自身の不動産帝国に割く時間を大きく犠牲にしていました。義父のトランプ氏はこのように娘婿を評価していました。ビジネスで大成功したにもかかわらず、彼は常に家庭第一という正しい優先順位を持っている。ジャレッドは寛大で大胆な思想家であり、素晴らしい婿なんだ。私たちはとても仲良く過ごしている。フォーブ氏は、ジャレッドがトランプ氏の選挙陣営の中で正式な職務こそ務めていないものの、義父の勝利へ助力すべく、彼は人脈作り、資金管理、ソーシャルメディアの運営といった3点に取り組んでいたと結論付けています。ではまず、ジャレッドの行った人脈作り、つまり広報活動についてお話ししましょう。トランプ氏のストレートな物言いが人の機嫌を損ねやすいということに着目したジャレッドは、スピーチの際にプロンプターの使用をアドバイスしました。ちなみにジャレッド自身はギフとは正反対に、発言は慎重でシャープな頭脳の持ち主とされます。結果的にジャレッドのこの提案のおかげで、トランプ氏は不可能とされた支持者を数多く獲得したとされています。次に、資金管理はいかがだったでしょうか。ジャレッドはトランプ選挙チームで財務官僚になっており、経費は1セントでも要所に使うことを心がけ、2016年の選挙戦における最終的な支出総額はなんとヒラリーチームの半分に抑えることができたそうです。最後はソーシャルメディアの活用術となりますが、これこそジャレッドがトランプ氏の選挙勝利にもたらした最も不可欠で最大の貢献とも言えるでしょう。トランプ氏はツイッター大統領とも呼ばれるほどですが、実際はソーシャルメディアのほとんどはジャレッドにより運営されていたようです。ジャレッドはデータ分析企業を雇い、ビッグデータの力で広告の正確な配信と有権者の心理分析を行っており、選挙におけるトランプ氏のすべての活動、例えば旅行、ファンドレイジング、広告、集会地の選定、異なる民衆へのスピーチテーマまでもがほぼデータベースを用いて決定したそうです。例えば選挙期間中、毎日10万本以上の異なる PR 広告を異なる有権者に配信することで、宣伝費用の削減とターゲット有権者へのピンポイントの影響を実現したそうです。ただジャレッドの雇ったイギリス諮問会社であるケンブリッジ・アナリテカは、後に Facebook のザッカーバーグ氏がユーザープライバシー問題をめぐり国会で2日間質問攻めにあった起因となりました。ビッグデータの巨大な効果、そして絶大な人気を博したトランプ氏の選挙理念が見事功を奏し、トランプ氏の選挙チームはついに奇跡を起こしました。政治素人であったトランプ氏に2016年のホワイトハウスへの道を切り開き、成功させたのです。トランプ氏の就任後、ホワイトハウスの上級顧問に任命されたジャレッドは、内政面では刑事司法改革を推進し、外交上ではメキシコやカナダとの貿易協定を促進しました。対中貿易戦とコロナウイルス感染防止期間中はほとんどメディアの露出を控え、イバンカが代わりを務めました。しかし、2020年の夏、義父のトランプ前大統領の再選に赤信号が現れると、ジャレッドは再び表舞台に立ち、中東諸国の平和協定の交渉に奔走しました。
トランプ氏に外交政策の功績を樹立させ、国内の宗教保守派有権者、特に福音派の白人有権者の支持を得るための献身的な姿勢に、バイデン新政権の国務長官であるブリンケン氏も称賛を惜しまなかったといいます。中東諸国の平和会談において、ジャレットは従来求められてきたイスラエルとパレスチナ自治区の和平協議を取りやめ、対イランの中東連盟を探求しました。対イラン連盟の締結には、イスラエルとの外交正常化政策をアラブ諸国に合意させねばならなかったのですが、当時はアラブ首長国連邦以外のアラブ諸国はそういった運びは全く望まず、スーダンとモロッコは明確にイスラエルとの外交関係を断っており、大多数のアラブ諸国は依然としてイスラエルにパレスチナの返還を要求していました。アラブ諸国を説得するため、ジャレッドはイスラエルとの外交関係合意と引き換えに一連の条件を承諾しました。例えば、合意の意向を示したアラブ国家には軍需物資の調達許可を含めた軍事的・経済的な援助を約束しました。また、ジャレッドはアラブ首長国連邦に F-35 戦闘機の提供も承諾しました。アメリカの軍需品のオーダーは通常、国務省や国防総省など多部門での調整の上、国会の審議が行われますが、2021年1月28日、就任して間もないバイデン氏は、トランプ前政権の軍需物資の一部を一時的に止めると発表しました。中には、アラブ首長国連邦へ予定していた50機の F-35 ライトニング2戦闘機が含まれており、バイデン氏は中東政策を見直した後、改めて考慮すると表明しています。政権交代に伴う政策調整は珍しくもなく、ジャレットが娘婿としてトランプ氏の政権の運営に全力を尽くしたことは間違いないです。